いろいろ喋りたいことはあるんですけれども、まず最初に言わなければいけないことは、旅猿で何度も共演しているエブリートルシングの持田さん、お子さんが生まれたそうです。えー、全く知りませんでした。<laughs> えな、ー、んなら連絡先も知りませんけれども、え遠、ー、くの遠くの、えー、西の放送局から言います。おめでとうございます。東野工事の本物ラジオ。 この番組は、水里のと浜田酒造がお送りします。どうも、こんばんは、東野幸治でございます。金曜日の二十五時でございますけれども。 先ほど言ったようにですね、えー、持田さんが、えー、結婚されててそれは知ってるんですけれどもお子さんが生まれた何でも去年の末ぐらいに生まれたみたいなことを言っててだからこのご時世コロナですしうプライベートなことなので、まあ、言わなかったんですけれども、えーまあ、プライベートでごめんなさいっていう旅猿なんですよ。<laughs> <laughs> なるほどなと思いつついや教えてくれへんかということですけれどもあのいやいろいろ知ってるんですよプライベートなこと。 だから結婚されて言うたらうーなんかインストラクターだからね体が資本のご主人様でなんかすごいなんかこう性格が良くて2枚目で,でなんかこう生活の方も言ったらま芸能人だから言ってえ酒飲んだりタバコ吸うたりじゃなくて本当に長年腰痛を患っててて結婚されてから,だからあの寝袋で寝てるんですよだからベッドじゃなくて。 なんかそれでなんか体質改善したって「寝袋いいんですよ」って言って「2人で寝袋で寝てるんです」って言って「いや多分僕が聞いた記憶では畳ででで寝寝袋てるんですよこんなかた硬か,かったらすごい姿勢がよくて、はい、あの体調も良くなったんです」とか「あとお正月何してたんですか?」って言ったら「1月1日からご主人の指導の下坂道ダッシュしました」とか。えー <laughs> とかいやそうなんですよあとゲーマーで「ゼルダの伝説」ずっとやってたとかいろいろそういうの知ってるんですよ「ああそうですか」って僕も「ゼルダやるんです」とか盛り上がってたんですけどもえ結婚のことは教えてもちろんくくれないしお子さんのことも,もう男か女かも僕も知らないんですけどとにかくそれでうん何かメッセージを伝えたいと思って「旅猿」で一緒に行った。 岡村君と僕と一緒に持田さんで行った福井県でいろいろ旅したんですけどその時に鯖江っていうところのあので行ってメガネ有名やからメガネ買おうということでその『旅猿』で僕この言うたらえ昭和の文豪みたいな、はい。 え大正デモクラシーみたいなメガネかけたらすっごい笑ってくれてたんで自腹で買うてで1時間後何も笑わなくなくったんですよそれを思い出に「あおめでとうございます」っていうところで今日わざわざかけてきたんですけどとにかくこの文豪スタイルのこの円2つのメガネがね見づらいんですよ。 あの円からちょっとね目尻がはみ出てるんですよすっごい見づらいんですけど、うん、これも、まあ、持田さんおめでとうっていうリスペクトでございますから、えー、改めてまたねうーん子育ても一段落したら旅猿の方に来ていただいたりして、えー、だければまたおめでとうっていうことをやりたいと思うんで改めて西の朝日放送ラジオブースからおめでとうを伝えたいと思います。さあそしてんいろいろあるんですけどまず BS 吉本 が来週の月曜日開局というところで,で僕やらせてもらうんですよ開局特番 6, 6時間開局ですよで俺ねこんだけ世の中が開局に沸いてないって思わなかったから特に大阪なんか開局開局開局ってねそのテレビ総選挙やったらもう言うたらわわなるんけど誰一人街を歩いてても BS の仕事開局やなって声聞かない中 うーんだから BS 吉本が、えー、だ地域に光を当てた、うん、テレビ局を作る地域密着東京一局集中じゃなくて地域アメリカやヨーロッパじゃなくてアジアみたいなことの吉本がもう10年15年以上前から言うてることが実を結んであの総務省が反抗してチャンネルが1個増えるんですよ。 これ自慢やないけど BS フジが今から10年15年以上前に開局特番僕もやったんですよ元フジテレビの八木さんと一緒にやってでこれ2つ目ですよこれ本当に開局特番6時間和牛とやるんですチーキーズチャンネルって言ってなんかファニーという吉本のネット番組生配信みたいな月1回やっててまあ それ1年前からやっててうっすうす僕も分かってましただから BS 吉本できるからね開局の話くんねやろうなと思って案案 <laughs> <laughs> のの定定来まました <laughs> の引き受けます <laughs> で6時間ですけどただで俺も吉本分かってんのかなと思ってテレビ局作るってことがあのー、聞いてる方は分かんないと思いますけどテレビ局って半永久的にずーっと放送を続くわけですその一月とか 1>, 1週間とかじゃないんです。はい、吉本沖縄映画祭となんか俺勘違いしてんちゃうかなっていう不安もあるんですよ。<laughs> 開局ドーンでだから12時に始まるんです。はい、月来週月曜日12日、はい、でつけたらもう始まってる。そっからもう半永久的ですよです、ねで。で、テレビ局ってなんかマスタールームみたいなのがあるんですよね、はいす。それ何かっていうと。 ずーっとそのの自社のテレビを見てるる仕事があるんでですよね、はい、交代制なんで,でかっていうとうーん言うたら画面が映らなくなったりとか何か音が聞こえなくなったりとかなんかその放送に見るに耐えない状況とかそういうミスがあってはいけないからといって,って仕事でずーっと見るわけでしょ。はい ね、例えば生放送でなんか野球とかで無理やり急に延長とかなったらもう全部それがメインに動いてやると。でなおかつ、まあ、この日本は言うたら、うん、政治体制も安定してるし世の中に不満がある人もいてるけども転覆させようっていう人おれへんけど万が一ゲリラ軍が例えば朝日放送に乱入してきて。 でマスタールーム行って選挙したら自分たちの放送できるわけじゃないですか、はい、でそれできないようなやつがあるんですけど、はい、俺はっきり言いますけど吉本そんんなのないと思うんですよ <laughs> 古い小学校が本社ですからガラガラって立て付け悪いから革命軍もドア一回上上げて横にずらしたらドア開くと思うんですよ <laughs> マスタールーム <laughs> いやほんまにだからそこも。ちゃんんととやっっててののかなっていうのと また劇のまた劇のまた劇ですからはっきりしたこと言えませんけど仮に生放送をずっとやってるじゃないですかね、はい、でテレビ局って夜中とかも放送してなくても泊ま,りき泊,まり泊まってるアナウンサーいてるんでしょ、はい、それ何かというとそういう,もう緊急速報性のあるニュースを言うときにその寝てる人を起こされて言うたらテレビでそのこういう状況になってますって伝える人いるじゃないですか。でラジオでも ネイムたらこう入ってきて喋るわけじゃないですか。BS 吉本ってそのお腹出してムにュムにュ言うてるフその精神病予備軍の社員しかいませんよ。俺これなんかの時に BS 吉本ってそういう対応とか多分今してると思うんですよ。急げー言うてなんか社員全員集めて。 ちょっとこの原稿読んでみみたいな <laughs>。一番原稿を読めるやつだから、そういうことももちろんやってるわけでしょ。だそういうのもできるんかな？とかいう不安もあったりもするし、うんね。なんかそういういろいろ難しい問題もあるけど、も船出みたいな感じですからやりますけどね。最初はでもね。吉本ってそのテレビ局開局でできるの？っていう。その興味本位でも見てくれる人いるじゃないですか？ これ怖いいのが1月2月だにね気づいだから何かを募集した時にあのビビる大きい言ってたけど前来た時にね NHK の総合のお昼の番組で芸能人がゲスト来てファックスで質問募集であの時「礼」つって笑うてたけど「いや天下の地上あの NHK の昼でそれですから BS 吉本何やったら」 ファックスくんのかもさえわからん状況みたいなも考えられるし佐藤くん自身も最初見るけどそんなね朝日放送社員やからメイン朝日放送やねんからそんな BS や仕事ばっかり見てられないじゃないですかで毎週毎日2時間なんかレギュラーの人いてるんですけど2時間しゃべるってなかなかかですよそうっすよね。ラジジオででで時間でもやっぱ大変なイメージあるんで、うん でしょテレビです。なおかつそのいろんなところエリアブロックで地域で VTR 作って V 作ってや,やるんですけど、うん、なんとなくテレビ番組って言ったら総合エースみたいなトップがいてて、はい、トップが番組のカラー側を作るじゃないですか色味とか編集の仕方とか V3 本出すにしても3本のなんとなく統一性みたいな。で、はい、でも BS の仕事はも BS はうここであるから あのアアマチュアイズムで <laughs> だから証明ある人はない人とかだからその辺のところも全部どうなんのかっていう吉本の見切り発車見てたいなんですからもしかしたら俺の予想ですけど3ヶ月ぐらいしたらあの岡本社長がなんか 朝8時に土下座から始まってなんか調子こいてすいませんでしたってなんか思った感じと違うくてできると思ったんですけどえちょっと総務省の方に返させていただきますと「一工業会社としてこれからは昇進したいと思います」みたいなことはなりそうな感じもするし噂によると。 ネットニュースですよもう知らないですけどフジ、はい、テレビがねその言うたらう給料高いじゃないですか、はい、なんか噂によるとあのバブルの時代にすごい数が入って、はいね、そのテレビ局の経営っていうのがなかなか難しい。 新しい時代になってきたからうー YouTube があったりとかネット番組がある中のテレビ局がその言たらコマーシャル広告を集めるのに大変だとか言って、はい、人員削減コストカットしていくリストカッター必要やということで退、はい、象金早めに辞める方50代以上早めに辞める方あの言ってください退象金を目に払いますよって言ったら予想以上に手を挙げてと。はい、っていうそんな中からまた吉本に来るんじゃないかっていう話も。 まますけど、まあそれで補充して万全の体制でやりますけど、はい、いやだから来週月曜日なんか不安っていうかドキドキっていうか「さあ始まりました BS 吉本いよいよ開局でございます」っていう僕の声が映ってればそれがありますから「<laughs> すいません」って「<laughs> ちょっと接触悪いんで <laughs> ちょっと1時間後に開局します」とか <laughs> なりそうじゃないですか。その心配もあるるってていうところが今一番ドドキドキしてるんですよほんで 伝説のの日日が4月頭の土日ありますけれどもまだ発表してないから BS 吉本でも大型なやつをどんどんってやるやつみたいなのにちょっともうお呼ばれもしてるけどその頃が一番もう BS 吉本られてんじゃんかなっていうその1週間で,で多分出る芸人にる芸人に BS 吉本の悪口言うんでしょいじり倒すんでしょ。ね でででも吉本そんなななにに怒らないいしししょ原しないでしょ芸人に優しい会社 <laughs> 優しい会社やと思うんですけどさあどうなることかっていうところでございますからでその話とほんであとあそうもう一個僕この本物ラジオでずっと、ね、昔に言ってましたけど、うん、津軽三味線ずっとだから吉田兄弟のお兄さんに、まあ、週1回ぐらい教えてもらいながらなやず,ずっとやってるんですよ。 今でもなんかずっっとやってるんんでですよでなんか17ライブでやってたんですけどあまりにも上達のあれが見えへんからもうちょっとこう待ってちょっと馬なってから見せようみたいな感じでちょっとなんかやらなかったりもしてる状況なんですけどでちょっとこう3月ぐらいの頭の方で実は大阪大会っていうのが、はい、津軽三味線の大阪大会っていうのがあったんですよ。はい、でスケジュール調整して、えー、行こうと思ってお金払ったんですよ。はい ほんだらその大阪大会の方から「この東野浩二さんってあのあの東野浩二さんですか?」みたいなことをだ先生があの応募してくれたから「はい、俺はお金だけ払ってだ僕は応募しておきますね」みたいなふに言われて「あそうなんです」って言って「えっ?」って言ってそのシニア部門の,その初級者みたいなその、ねはい、レベル C ぐらいのところに来ていただけるんですかみたいな「あ,あの全然あのあのそれで挑戦します」みたいなんで。はい 「別室とか用意した方がいいんですか?」みたいな「<laughs> いやいや全然別室みんなとみんなで一緒で大部屋で一緒に混じってやりますからいいですよ」とか言うて「あそうですか」って言ったんですけど仕事ほんででもどうしましょうみたいなんで「いやでも大会全然僕らの先生と喋ってたのはその大阪大会出てでまあまあまだその1位2位3位になれるレベルじゃないけどもとにかくちょっと、うん、客前でやる練習して 1>, 1年後にあの言うたらそれが大阪の仕事の都合てか大阪の大会は仕事の都合で行けなくなったんで、はい、じゃあっていうことで5月のね2日3日かなあ三3日4日5月の3日4日にね青森で津軽三味線の大会があるんですよ。はいえー でそれで調べたら3日の方がシニア C 級みたいなんであって「あそれ行きますよ行きますよ」みたいなことを言ってでいよいよもういきなり総本山に行くわけですよ。まあ、それはそれでうんいいじゃないですか。ほんで先生とその話で家帰ってでどんな大会やろうなと思って自分で検索したら俺すごいこと分かったんですよ。あの これワイドショーネタやと思うんですけど誰も気づいてないんですけどその津軽のその大会は大会名がね津軽三味線第40回世界大会なんですよ世界大会ですねで5月3日4日で弘前市民会館であるんですよねでわっ何これ世界大会ってなるじゃないですか 世界大会なんやまあでもまあまあよう考えたら津軽三味線って日本の、まあねえー、古典芸能っていうか昔の楽器やから、まあ、世界中からそういうの好きな人がいけるからまあまあ世界から来るってこともあるしうんコロナ禍やからビデオうん審査みたいなのもあるからまあおかしくないなと思ったけどでそれ調べてるうちにもう一個同じ日に3日4日に青森で大会あるんですよ。 菅野ジャミセ日本一決定戦。で、それが青森市の文化会館なんですよ。これどう考えても。あの兄弟でカバン喧嘩するとか。親と娘で家具で喧嘩するとか。あの華道とか茶道で骨肉の争いみたいな。あの。 家政婦が見るやつでしょはい、はい、<laughs> だって日にち一緒なんですよ全く5月3日4日で片や世界大会で片や日本一決定戦で <laughs> 絶対にお互い譲られへんすごいこれこれワイドショーネタでしょ <laughs> めちゃめちゃおもろいやんと思って余裕を調べたら日本一決定戦には最トップの賞が20万円もらって青森県知事賞ってあるんですよ、はい、県知事の。 でも俺が出る世界大会には検知事書ないんですよ。公式っぽくないいやなんか分かんないですけどどっちがえらい,ないか,どうか分かりますけど <laughs> お互いだから空手も分かれるじゃないですか、はい、顔ありなしみたいな <laughs> <laughs> だからその津軽三味線の総本山でこ, <laughs> こんなことになってんのめちゃめちゃおもろないですか。<laughs> で俺はなんか分からんし今度先生に聞こう思うけど俺が行くのは世界大会なんですよ。はい ほんなら俺はもう一生今後日本一決定戦で <laughs> <laughs> えーっと思って俺ほんまに俺は世界大戦でいいのかいや日本一決定戦派の方が実はい <laughs> 後々行った方が良かったというか世界の方がレベル高いでも,でもね第40回世界大会はよく見ると旧津軽三味線全国大会なんですよネーミングが。 もともとは津軽ジャミ戦全国大会なんですよね、はい、ほんで日本一決定戦はよく調べたらね、5月3日4日同じ日で当てるんですけど、はい、青森市の文化会館なんですけど第16回なんですよあ<ー> <laughs> あってなるでしょあ<ー>あってなるでしょつまり津軽ジャミ戦全国大会の、はい、多分トップの人が予想ですよ、はい、お亡くなりになって長男次男 もしくは流派、うん、いろんな流派がその長老がまとその人望でまとめられてきたんだ <laughs> 長老が亡くなったことによって、はい、亡くなっったことによっていやそんな兄ちゃん兄ちゃんの時代がないねんともうそんな津軽茶屋武線もう新しいやっていかなあかんねん <laughs> っ,てってていけ <laughs> って言って同じ日にバチコーンって決めたみたいな。はい ところの、いや俺もこんなこと言うたゃないですけど俺も都市伝説で聞いたんですけども笑福亭って落語家やるじゃないですか、はい、一門諸閣師匠のね先代の諸閣師匠がお亡くなりになった時に名前で揉めたじゃないですか誰にするみたいなが噂で聞いてねで。一番弟子が二閣師匠なんですよね。はい、で,で,で二つ目がだからあの鶴光師匠でこういう流れなんですよ。でも諸閣っていう名前は小竹にあるから。ああ 仁鶴さんっていうのは当時吉本が落語が人気落語がおれへんかったからお願いして一緒に吉本行ったんですよでその流れがあるから諸角っていう名前を「吉本に行くわけにいかずに仁鶴師匠と鶴光さんの,その,あのラジオでエロい話してるみたいな。はい わ <laughs> かんないですよ <laughs> あれ俺何喋ってんだよ <laughs> それで揉めたみたいな話で誰が継ぐかっていうところじゃないけど、はい、その津軽三味線の世界大会対日本一決定戦がこれ普通考えたらワイドショーとかで扱う一番おばちゃんが好きな骨肉の争いでしょう、はい、でっかいパネル作ってでっかいパネル作ってこんな別れたみたいなんで <laughs> そうかんず作ってそうかんず作って。そう ほだから俺はもう分からん今度行って世界大会のトップの方から多分挨拶来るんで、はい、いやいやこれ揉めてる場合はないですとね <laughs> だから今回やるまあそのシニアの俺 C 級やけどもう関係ないけどシニアの A 級ね言った世界大会のチャンピオンの方決めたら俺もう日本一決定戦の方行きますと日本一決定戦のトップのチャンピオンってほんでもう1対1の。 対決俺仕切りますと統一戦みたいな統一戦やりましょうと <laughs> 俺仕切りますと <laughs> でその代わりもう言うたら津軽三味線日本中のなんかある程度の位置の、ね、上の方集めてでなおかつもう言うたらお金行ったりご飯食べさせたりそのなしにして ワイなしみたいいやいや,な,、ま、いやないですよ賄賂もしない晩ご飯もおごらないええ津軽ジャニースで勝手に送らない <laughs> ねえ罰送らないっていうルールのもとんかそのね国技会やないけどちょっとねなんかその言ったらあのっ順番じゃんけんから始まってあっちも人おいで。 あっち向いておいで買った人が先行後攻選べるみたいなで5分間で決めて <laughs> ラスト10秒でどんどんどん太鼓叩いてで時間オーバーしたら限定みたいなんでちょっと「やったらどうですか?」みたいなことをアホみたいに言ってみようかなみたな。<laughs> シニア C 級のああのあの入賞もしない腕前ですけどいや、まあ、こ一つになった方が揉めてる場合じゃないんじゃないですかっていう芸能界でこれ気づいたら俺だけやと思うんですよ。すごいじゃないですか世界大会日本一決定戦っていうのを俺今日どうしても喋りたかったんですよ本物ラジオで。と興味なかったら何のこっちゃわかんないと思いますけど今津軽三味線がもめに揉めてます。 俺は世界大会派ですからもしもラジオ聴いてる日本一決定戦派の方からのクレーム一切受け付けませんから <laughs> 俺は世界一で習った技見せますから <laughs> いや大変ほんと大変さあそんな感じであともう一つあの今田耕司さんと昔やっていた東京の本の文化放送 の「カモンファンキーリップス」っていうラジオ番組があるんですけどそれがなんか文化放送が開局記念で一夜限りの、えー、復活、えー、というのがあ,ありますので、えー、またちょっと関西の方はねまた後日というかラジコで聴けるのかなちょっと分かりませんけれども、えー、そちらの方も聞いてほしいなとも思ったりもするしあとそんなもんかあとこれはそうかもうネタバレあの特番 あたまらんってもええかもうすぐ発表だと思うんですけど「あの不夜城はなぜ回る?」っていう「不夜城」ってまあまあ,まあ眠れないね街みたいな「不夜城はなぜ回る?」っていう特番やってそれ何かって言ったら TBS 入社4年目の新人の。 日本人のお父さんとインドネシアのお母さんのもとで生まれたあのプジョルジョっていうまあまあそのミドルネームなんですよインドネシアの人ねその人の企画なんですよ4年目の人の企画で<ー>、えー、関東ローカルでで深夜やるんですよその,その人何かって言ったら趣味で仕事夜中終わるじゃないですかで歩いて帰ったりとか、まあ、電車なかったら歩いて帰ったりとか電車帰るんですけど次第街歩くの好きなんですよ。でなんか例えばマンンションとか い夜中3時4時とかか真っ暗いじゃないですか電気ついてるじゃないですかまあそれは住宅はまあまあそれはあるけど普通の会社とか何やろこれ何やってんねやろうってピンポン押すんですって「何してるんですか?」みたいな「いやお前こそ何してんねみたいな「いやこれこれこうですあそうなんですか」それ趣味なんですってでその趣味に生かしてその人が勝手にいろんなとこ行って深夜明るいところにピンポン押して何してるかって。 っていうのをその V で撮って見るっていう番組をやったんですよで、すごく深くにも俺てっきりずっといかがわしいラブホテルの清掃員とかあのやらしい店とかいかがわしいとこばっかり行く過激な V かなと思ったら すごいハートえっってなってオープニングトークすると知らずにちょっと下世話な話してたんですよ。大を機動修正しましまたけどでそ,ういうでその子面白くてオンエアされんのかな昔インドネシアでちょっとバイトしてて何のバイトしてたなって言ったらパパラッチのバイトだ警察がなんかギャング同士殴り合いとかなんかその違法なドラッグの。 そういう現場踏み込んだとかそういうい情報があったらバイクとか車で駆けつけて撮影して新聞社とかテレビ局に「いやほんまのパパラッチですよ」っていうだからちょっとおかしななやつなんですよねでその人が作ったなんか4年目の企画が通って「あれよあれよ」ということでちっちゃい1 6 0ンチぐらいのガリガリの子ですよ。あとはかしこくんになんかちょっとこうったインドネシアの風貌を足したような。 <laughs> いやほんと TBS の社員と思えない感じの人が作った番組それも面白かったなと思いつつそんなこともありましたしえよかったらですねどこかで見ていただきたいと思いますけどさあそういうわけで曲に行きましょうえ曲でございますけれどもこの方カーリーさんラジオネームダディスタッフの皆さんこんばんはと。 洋楽リクエストですが11月に6年ぶりの来日が決まったジャスティンビーバーの What Do You Mean をお願いします無事にチケットもゲットできました来るんですね私がジャスティンビーバーを好きになったのは2015年の MTV の、えー、これビデオ、えー、ミュージックアウトですね VMA でのパフォーマンスを見てからです それまでは卵を投げたり何かとお騒がせボーイというイメージしかなかったんですが、えー、ビデオミュージックアワードでの完全復活パフォーマンスを見てキレキレのダンスと素晴らしい歌声に一気にファンになりました長年の恋人セレーナとの破局は残念でしたがヘイリーという素晴らしい奥さんのおかげで心身ともに絶好調のジャスティンですということでぜひダディも来日公演に来てくださいということで、えー、ジャスティン・ビーバーカナダ出身もう元祖 YouTuber ですからね子供の時になったんそれがスターになって今もうタトゥーだらけで、ね、渋谷大好きなんですよね インスタグラムフォローしてたら一時の今の恋人かな奥さんかな前の恋人かしりませんけど普通に渋谷でショッピングしてる動画とみたいなのが流れててすごく気さくな方でございますんで、えー、ライブの方もぜひぜひ皆さん、えー、楽しんでほしいと思います。それではいきましょうジャスティン・ビーバーバの What do you mean? 張り切ってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。

えー、お互いバッチ持って切り合うっていうね <laughs> 大会のあと津軽部屋で切り合うと審判はよし行くぞみたいな <laughs> 俺これ太鼓どんどん鳴らしながら <laughs> バチバチって <laughs> 切り合うんでしょうけど <laughs> さあどうなるんでしょうかえーえー、っとどれでしょう「外力チャンネル」ねこれいきましょう。うさこさこんスイターシー ダディこんばんばは先日『外力チャンネル』に石田靖さんが出演された際ダディや今谷さんのお話が出てました「新喜劇やめよっかなキャンペーン」の話や k「k イ5と4時ですよ」での関係性当時松本さんに初めて挨拶に行った時にかぶ、えー、せるように舌打ちされた話 <laughs> それだけタイトルになってるの見ましたねえー、その当時皆さんのとが、えー、り具合はすごかったんですね 信、えー、介さんが監督された映画の主役をされた話もしてありました。聞いておられたらすいません。おいやあのサムネイルは見ました。あ石田石田もやんねえ外力チすごいな外力チャンネルと思いながらうーん確かにね下打ちされたとか。 なんかあのー、いろいろ石田はいろいろな迷惑被ったやろうな今はでも「探偵ナイトスクープ」で松本さん局長で探偵やってますからねいいんですけれどもちょっと皆さん興味ある方よかったら「外録チャンネル」という YouTube 見ていただいたら僕もインタビュー受けてたりとかいろんな著名人もインタビューされてますしぜ、ね、ぜひぜひお願いしますさあ、えー、この方。えー 毎週東のダディの熱いおしゃべりを楽しく聞いています最近韓国ドラマの話をよくされる今はね賢い医生活のシーズン2をやっと気持ちの整理がついて見出しましたあともう一個あれ今毎週出てるんですけど39歳っていう賢い医生活のえー、といお医者さんの話じゃないですかそこの唯一の女性の方が39歳では3人組の39歳の女性の設定で幼なじみの女の子が それぞれに悩みがありながら生きているっていう40になる手前の女性全員結婚していないっていうのを毎週見ててこれがなかなかよくて面白くて主役の女の子センターにいてる主役の女の人は実は生まれてすぐに親に捨てられてあの施設で育って。 でなおかつお金持ちのところにもらわれたみたいな設定で,で今現在皮膚科の病院の院長をしてるんですよ。で、えー、その賢い生活の,あの医者役の女性の方はうんと女優になりたかったけれどもそれ夢叶えず芸能プロダクションの、えー、演技指導のレッスンの先生で結婚してないけどその芸能プロダクションの。 社長結婚してるけどその方と不倫関係にある。でもう一人の人はえ百貨店の1階の化粧品売り場の主任で化粧品売ってると仲のいい3人のそれぞれのなんかこう悩みとかうんというのの連続もんで毎週毎週更新されるからまだ最後まで言ってませんけどこれ面白いんですよそれ見ている状況なんですけれども。 えー、ダディが見たらどんなおしゃべりになるのか聞いてみたいドラマを上げてみます「刑務所のルールブック」これね花丸さんがこれ面白いってずっと昔あのこの番組の前に「あの幻ラジオ」っていうのを YouTube でやってる時にうんだからハガキとかそういうの欲しいって渋谷郵便局止め幻ラジオまでみたいなことをやってたんですけどそこに届きました花丸さんからこの,<ー>あの「刑務所のルールブック今見てます」って。<laughs> プロ野球選手が犯罪者になり刑務所に入りそこでの、えー、生活が描かれたドラマ同室の受刑者や監視と家族のような関係性を築いていく様子著名人だからと集まってくるやつら景気、えー、を全うした後のキャリアのことユーモアを交えてとても心に残るドラマです先日ダディが見た賢い一生活のスタッフが先に作った作品なるほどこれ面白いもう一つはストーブリーグ リーグ下位のプロ野球チームの GM がオフシーズンにどのような仕事をして改革していくのかあ、面白そうえー裏側、裏側が覗けるドラマ選手やコーチ、監督、フロント側のいろんな派閥たくさんの業務、チームの存続まで内容盛りだくさんあ、ちょっと見てみたいストーブリーグ、分かりました見たいと思いますありがとうございます康二に教えてここまでぜひ皆さん、教えとかて送ってください番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています

映画台風クラブを見たことで総前監督の演出に昇格を打った私総前監督の感想や皆さんが知っている総前監督に関する逸話は教えてもらうコーナーでございますこれが俺も誰もこんなんこうへのことは意外と来てるんですね、はい、これ面白いんですよだから《台風クラブという工藤由紀さんのデビューの映画があまりにもエッジが効きすぎててうーでもなおかつ面白かった印象やけど今見たら全然わけわからん、うん、映像も暗いしこれ何が言いたんやみたいな感じで 先週先々週喋ってコー,ナーになったんです、えー、でその相馬監督のえ知ってる情報この方「渦潮状態」「ダディ皆様こんばんは」「相馬監督で記憶に残ってるエピソードはダディも好きだと話していた太陽を盗んだ男」めちゃくちゃ面白いです長谷川監督で澤田研二さんが主演で、えー、理科の先生高校の物理科理科の先生で、えー、原子力爆弾を作るんです家で。 で政府を、えー、とゆすってうプロ野球中継を延長させたりとかするっていう見ました、はいね、菅原文太さんが刑事で、はい、菅原文太さん来てわけわからんけど <laughs> 途中までめちゃくちゃ面白い話するかっこいいし、はい、で表紙が横忠則さんでかっこよくてでそ,のその時に助監督をしていたということです相馬監督が。うん 銀座のデパート屋上から偽札を巻くシーンを担当した助監督時代の相馬監督ですが当時警察からの許可が下りずに「偽札を巻くと逮捕するからね」と言われたそうですしかし許可が出ないなら仕方ない実行しますんで逮捕してくださいと警察に行って撮影を結行すごいですよね考えられないですよね <laughs> その後実際に警察が逮捕に来ると お前行ってこいと若手スタッフを差し出し知らん顔しながらちゃっかりいなくなってしまったそうですその連行されたスタッフさんがメイキングでいやあの人ずるいからなとぼやいていたのが印象的でしたということでだこういう話聞くとやっぱ映画って無骨というかかっこいいなって思うよねこれはすっげえこの方うんラジオネームなおまるなおまさん 1番の勝っ方岩城さんこんばんは台風クラブは確かに工藤幸さんのエッチなシーンありましたねあと生徒が脱ぎながら踊るシーンも懐かしいです、えー、映画に関する伝説ですが台風クラブねロケ地になった学校で上映する企画がありましたが内容から中止になり <laughs> さらにロケ地の近くの映画館でも上映がなかったそうですうっすらとした記憶では同じタイトルのエロ本が発売されていたかと思いますということで悲しいですよね <laughs> だからいや都会ではヒットした映画関係者では面白いとかなんかマニア向けな映画だったのかも分かりませんけれどもうーんそういう上映会はなかったということでございます。ですごい情報この方匿名さんなんですけど「東野さんこんにちは。私は30年ほど前ににに台台風クラブの舞台になった学校に 通っていたものです老朽化もあり新校舎を建てている最中に舞台となった木造の校舎は学校火災にあり理科室室音楽室体を除くててが燃えししまいまいた日曜の夜の出来事で月曜の朝から全校集会があるからとロッカーに隠していたボンタンが燃えてしまったことを今でも覚えています。<laughs> 台風グラブを見ると内容の面白さもありつ,つつついつい昔の校舎の思い出に浸ってしまいます、はあ、燃えちゃったっていうボンタンって懐かしいですね <laughs> 僕らはだから三国阪急の三国駅からなセンシティに買いに行ってでカツアゲされるからということで靴下にお札入れるっていう <laughs> そのボンタン台をカツアゲされた困るからっていうところですか思い出し俺こんな感もしたかったんですよ俺ね ちょっともう格闘技習おうかな、ってちょっと思ったんですよ。その言うたら、まあイスラエルのね、軍務やる格闘技みたいなね、ちょっとやろうかなと思った理由が。この間夢見て、あのー。二十七八歳の,反射の7。反社の七八人から殴られる夢見たんですよ。悲しすぎません。めっちゃリアルで。目と目の間、思いっきりグーで殴られて、鼻血出るんですよ。これ、何か知らんけど、俺パンツ一丁で正座させられてるんですよ。 周りに28歳の半グレみたいな人がいててそれ東京の半グレなんですよ。ねなんとか連合らしきそのなんとか連合の,その昔 YouTube 見ててプールサイドでなんかすごいみんなが集まってきてなんかあのシャンパンみたいなぶっといやつで人を殴ろうとして逃げていくっていう YouTube 見たいな恐怖のあまりそれは思えてるんですけど俺パンツ一丁で正座してて顔がもう腫れ上がってるんですよ。ほんであのー んでなんかそのタバコ吸ってるやつが関東のやつやけど俺関西人やからその下手くそな関西弁であのタバコ吸いながらね「何ビビっとんねや」みたいなちょっとそういうの人が手上げようとしたのうわあ」ってな泣きながら「うわあ,あ」って言ったら「何ビビっとんねや」って言ってっていてるタバコを背中ギュッてやられるっていうを目覚めたんですよ。で俺もう嫌やと 54でこあんな目に遭いたくない <laughs> と思って格闘技習いに行こうってついこの間思ったんですよもうほんまに辛くてなんで俺こんな目に遭わなかんねんってあいつらめんみたいな <laughs> もしかしたら俺ちょっと格闘技習いに行くかも分かりません <laughs> えーであそうやでんの話やで,でごめんごめんあそうそうそ,うそれではそのボンタンのねあれですから。 相馬井監督のこれ来ました、えー、キャパシティひろこさんはがきですね、えー、ミッキー・ロークさんの絵はがき東野さんいつも楽しく聞いています30年以上前に買った本ですが相前井真司監督のことが載ってい,ていますので、えー、よければ読んでくださいとこれね映画の見方が変わる本という古いやつ「別冊宝島100」っていうね宝島の出版社がいろんな別冊テーマに沿ったやつを出すんですよ。 それの映画の見方が変わる本っていうやつです。えー、セーラー服と機関銃や台風クラブは有名なのですがなんとなくは知っています。でも大学生の時にこの記事を読み相マイ監督の映画は私には合わないと思いまだに見たことがありません。えー、というところでこれ,、ね、これ送ってこられてなんかそのページで142ページに。 そう、ソーマイシンジは星ヒューマであるっていうタイトルで、あのー、ある方が書いてらっしゃるんですよ。そう、マイシンジのアバンギャルドなデタラメぶりを、えー、怒らずに楽しむには、大リーグボールに対峙する花形みずるの精神で臨まなければならないっていうところ。だから、当時からそういう。だから、僕の台風グラムみたいな感想は、あんま間違ってなかったんですよ。なんじゃこれみたいな。<laughs> よう分からん感じやなっていうでその一文をねいろいろちょっとこういうことを書かれてるっていうのですごいお納得するんですよ。えー「相馬真司」の映画は緻密で完璧な「オズ作品」「オズ作品ですよね下から撮る」っていう有名なシルクねに日本の昔のなんかあのよきお母さんとかよきお父さんみたいな、うん、映画ですよ。見たことないですけど。 緻密で完璧な作にに対えっとうん、えーこえー、カメラを玩具の一つとしか考えていないものが撮ったような稚拙かつ原初的映像 <laughs> トレードマークの長回しも「雪の談笑」っていうこれだから斎、えー、藤優子さんじゃあえー、っと政府の胸のボタンの斎藤ゆきさん,きさんごめんなさい斎藤ゆきさん。 トレードマークの長回しも雪の談笑の導入部の10分以上ものそれを見るとさして必然性があるとも思えないもはや長回しが焼いたいだけにしか見えない下手でするあるもんめちゃくちゃなんですこのこと書いてんの。 えー、カメラは焦点を外し照明は被写体を追い切れないクレーンから降りる時にカメラが揺れたりもするさらに商業映画の上映時間に収めようとすると脚本さえも原型をとどめなくなってしまい例えば「雪の談笑」では物語の中心だった殺人事件が途中で忘れ去られるっていうふうに書いて俺もそういうだからこの間、えー、紹介して、えー、もう二度とやりたくない、ね、雪川で流れるシーンでこのまま死んでしまいたいって言ってたでしょ、はい っていうふうなことを書いてたりとかあとセーラーフと機関銃をあの大ヒットしたんですけれども、うん、それことについても書かれています、えー、ソーマイシージの、ね、映画、えー、そのセ、えーラーフと機関銃は 夏休みや正月のお子様向けアイドル映画でアイドル番組でありアニメと日本立てだったりもするから面白いもちろん観客は生まれて初めて映画館に入るえないしは一生に何本も映画を見ない種類の子供が大半だその後のアイドル映画の先駆けとなった「セーラー服と期間中も」も相馬絵監督がね監督するんですけど角川映画のブロックバスター戦術でとにかくまあまあ宣伝宣伝するってことですよねおそらくこの意味は中高生の観客を動員したがこれで相馬 自らのスタイルを完成させた薬師丸の顔が見たいなら写真集を書いたばかりに顔がよく判別できない超ロングの構図を多用するそれは子供時代の記憶なんてこんな風に漠然としたものなんだとでも言うようだとすごいなこれ相馬前は俳優未満の存在であるアイドルにもだからそういう方を主役にしますからね飛んだカップルとかでもうん容赦しない。 普通にっったってどうせ絵にならならいとでもぼやきながらソーマイは彼らを人形のごとくもてあそぶ <laughs> 彼らは役名だけを与えられ相馬がでっち上げる時間の中で不自然に動き回る人間らしいリアルな動きを封じられた彼らは独り言を叫ばされ「カスパの女」とかの異様な歌を歌わせられる <laughs> っていう風に書いている。<laughs> 台風クラブにしたって元は松竹がお蔵入りしていたアイドル映画だったしそうなんですよね相馬、えー、作品の中で最もデたらめだったと言われる「雪の男子を」を斎藤由貴さんに至っては小学生からおばあちゃんまでが見に来る東方の正月映画だったのだ。 相前は映画を信じてる人形の,演技にも人形のような演技にも思春期の少年少女たちの未整理なエモーションにさえも映画は寛容であるというふうに言っている「台風クラブ」での工藤雪のオナニーでハッとすることができる観客はその瞬間を相前と共有できるそうした信頼をあえて裏切ってしまうのが相馬前たるゆえんであるっていうところで。 えこういうふうにしてうまいさんだからこういううまいが好きだったら映画は見た方がいいですよ真正面から楽しい映画を見に行く人には不向きですよみたいなことを書いてるじゃないですか。でその「台風クラブ」でそのうん先生役で三浦智和さんがされててで僕が見た台風クラブの印象は三浦智和さんは山口百恵さんのご主人でアイドル映画の象徴で言うたら清廉潔白の役をずっとやってたけれども。 相馬祐さんの役では30歳で子供たちにお前たちも12年経ったら15年経ったらこんな大人になるんだよみたいなやる気のない正徒役だったんですよ。でその三浦智和さんがついこの間ネットニュースになってて何かというと「台風クラブの振り返る」っていうトークゲストで三浦智和さんで喋ってるんですよ。で三浦智和さんがこの「台風クラブ」の印象みたいなんで。 三浦さんの発言ですよ台風クラブという映画台本を読んでも何が面白いのかなぜこの役に自分が選ばれたのか全く分からなかった <laughs> で監督に相馬さんにねミスキャストですよと断りに行ったんですってねうん,ねうーんだからえ相、ー、馬さんが言うには三浦智香さんをキャスティングするのは 夢で見たかからいいいじゃななの一言なんでですってで夢でこの監督この先生の役は三浦智和だって夢で見たからもう,もうあんたでいいやその後2時間ぐらい居酒屋に行ったんですってでたわいもない話をして帰る頃に「じゃあお願いします」って言って言われたからもう引き受けてしまったっていうことなんですって本人も納得できなかった当時の三浦さんは清廉潔白な青年のイメージが強かったけれども。 撮影中にそのイメージがいい意味で崩されていたというと三浦さんは台風クラブの現場が自分を変えてくれた自分が今まで経験していた撮影現場とあまりに違う本当に面食らうことばかり衣装を着て現場に行ったのにカメラも正面も一切スタンバイしてない上に朝からリハーサルばかりでさあ撮影となった頃には日が暮れて暗いから明日にしましょうというのは驚いた。<laughs> また撮影期間中民宿宿で合宿それも三浦さんにとっては初体験こういう映画の作り方もあるんだと感心し待ち時間のある子どもたちはうろうろしてるので遊ぶ時間が増えたことも厳格でない教師役と相まって自然と結果的にそういう演技ができたんじゃないかだからその合宿中にやることないから自然と喋るようになってそれがなんとなく役作りになったええー、ように言ってるんですよ三浦さんは。 トトークゲストやから <laughs> 三浦さんは「台風クラブ」が俳優人生のターニングポイントとなったと言っているとであの頃すでに芸歴12年でしたがずっと清く正しく美しい役しか演じてなかった一番のきっかけは用務員さんが教室に自分を呼びに来るシーン総馬井監督からあの時の振り向き方が三浦智和なんだよと指摘されたことがそれまでの自分のカラーを取り去ってくれたまた 恋人役の女性と足で絡むシーンが印象的だった確かにそう三浦さんがあんなお芝居するのかと驚いたし役柄の根っこがこのシーンにあると感じたしかしこのシーンでも相前監督からボソッと一言があったようで途中で呼ばれて車の中で2時間も話をしたけれどたった一言一枚岩なんだよねと。 おそらく三浦智和なんだよねと同じ意味でつぶやいたと思うんだけど重要な話ははたたった5分であと全部雑談だからもうよく分かってないだから結果的にいいように映ってで賞も取ったっていうところでえ先日10年ぶりに DVD で「太平洋クラブ」を見たんですがすごい映画に出演していたんだなと感動したと三浦さん。 自身の演技については年月を経て客観視できるようになってこの役で放置映画賞の助演男優賞を受賞して今見てもちっともうまくないでもこれが相馬井監督の目指したもんなんだなと納得した子どもたちは素人だったのに演出で導いていった相馬井監督は素晴らしいけれど別作品であの子どもたちを使った業界関係者は相当苦労したと聞いた。 作品をご覧になった皆さんならわかりますよねという皆さんの問いかけに会場は笑いに包まれただから全員がやっぱりおかしいなおかしいなっていう空気やけれどもそれで制するっていう監督の独裁者のワンマンな映画ということでしょ。すすごいですね <laughs> このコーナー、今日最後にしたいと思います <laughs> 本当にありがとうございました相前さんとは距離を取って映画を見たいと思いますありがとうございます <laughs>、えー、宛先にはま前と書かないでくださいお願いします <laughs> <laughs> エンンディングです過去の放送は YouTube で公開中番組では洋楽リ,リクエスト洋楽のリクエストに加えて「コーに教えて日常それでも生きていく賢くに来ましょう」「もみじのカレンダーへのメールを受け付けております」えー「全略相前監督はもうやめてください」<laughs> あ「まずえー、はがきは指番号 5308004abc ラジオ東のコ治のホームラジオ」「メールは hh.abc1008.com」c ですそして来週はしましま君とエルフがゲストで。 えー、全力ハル VS しましまくんやります、えー、とにかく、えー、2人には対決してもらいます、えー、候補ご飯3,000すぐ食べる対決、えー、そして候補牛乳早飲み対決そして候補レモン丸かじり えー、そして手押し相撲対決他にもですねこんなことやってくれっていうのも来ておりますよ、うんえー、この方 K さん大阪の方シンプルに顔面洗濯バサミつけ対決どうでしょうか発射 <laughs> のネタのうどん、えー、うどん鼻から出し対決やカチカチ芋けんぴ大量に口詰めあいいですね口の中切れていいですね <laughs> もしくはカチカチ芋けんぴ鼻の穴何本詰めれるか対決もいけませんね。<laughs> あの両方の花の穴にカチカチの芋けんぴ何本詰めれるかそんなこともやってみたいと思います、えー、どうなるんでしょうか楽しんでほしいと思いますえメッセージ紹介した方にお札ステッカーですね時々本物バッジ差し上げますさあ今夜は以上でございますかいろいろございましたけれども。 えちょっと格闘技習うなら何がいいのか合気道がいいのか合気道を習ったらえなんとか連合に勝てるのか勝てる気がしませんどうやったら僕はえー火のついたタバコを背中に押し付けられないのかそれには格闘技を教えてほしいと思いますさあお時間来ましたえまた来週お会いしましょうそれではまた聞いたってやバイバイこの番組はみずりのと浜田酒造がお送りしました